僕ってここにおっていいのみたいな感じのこと聞かれると思わないですよね、親もね。小学校3年生の子供から、だからお母さんもびっくりしてましたね。皆さんこんにちは、青井翔太です。いよいよ武道館当日です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。青井です。よろしくお願いします。やがて輝く魚としても、愛でたまさきを乗りましょう。いくつまで移りゆく時キャメラアウトします。ちょっと移動します。せーの、乾杯。ドン。ライブっていうこと自体が僕の中では魔法の掛け合いっていうふうに思っていて、日頃僕やっぱり皆さんに応援していただいて、みんなのこうリアルな声だったりコメントだったりが僕をこう青井翔太にさせてくれてるというか、舞台の上でもそうですけど、こう生かされてるというか、その会場のセットとかも自分でこうイラストを描かせてもらって、それを本当にそのまま具現化してもらったりとか、これから何かが始まるっていうことのやっぱ歯車がこう動き出すという、そういうイメージで作らせていただきました。青井翔太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青井です。よろしくお願いします。続々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 する。初めて会った感覚がしないっていうほどに皆さんとのその絆というかコンビネーション、相性がすごく良くて、だから本当にめちゃくちゃたくさんリハーサルをしたつもりではあったんですけど、でもなんかそれ以上になんか絆も深まったリハーサルだなっていうふうに思いました。衣装とかももうドバドバって自分の頭の中にこうひらめきがいっぱいあって、でこう絵に全部起こして、またそれを衣装さんに渡しさせていただいて、それを作ってもらったりとかして、あとはみんなにこう日本に過ぎて歌うの忘れないようにとかありましたから。